コミックリリーフ、コメディリリーフとは、深刻な物語の中に、緊張を和らげるために現れる、滑稽な登場人物、場面、掛け合いのことである。コミックリリーフと呼ばれる、笑わ,われ役を登場させることにより、シリアスなだけのお堅い作品では、なくなることで、作品への理解をスムーズにする。それにより、登場人物たちに親近感を湧かせることで、感情移入しやすくなる。 作品におけるムードメーカーである。コミックリリーフ役のいない作品は退屈で堅苦しい印象になってしまうことが多いため、多くのエンターテイメント作品において何らかの形でコミックリリーフ役が配置されるのが一般的である。コミックリリーフの役は必ずしも固定的な役割ではなく、劇中で複数の登場人物が兼任する場合が少なくない。 また、キャラクターの一面でしかない場合も多く、キャラクターによっては、シリアスで重い部分が存在する場合がある。そのため、我わ々わ役であったり滑稽な役回りを演じることは、あるものの、それだけをこなすピエロというわけでもない。例えば、ドラえもんでは、ドラえもん伸びたジャイアンツネを、静かといった主要キャラクターが全員が、それぞれコミックリリーフの役をこなすと同時に、 シリアスな部分も持ち合わせている。場合によってはトリックスターにもなり、主人公にも悪役にもなる場合もある。過剰な列挙を防ぐため、ここでは記事ページがある人物、作品のみを列挙する。ありがとうございます。